君が今日からうちの学校に赴任する川島先生だね。うん、君はどうやらうちの学校の出身らしいじゃないか。うん、でもその当時の君は、まあ、喧嘩や万引きや、まあ、警察のお世話にも何回もなってるそうだね。うん、まあ、いわゆる非行少年のやつだ。そんな君が更生して教師になり、この自分の卒業した学校に帰ってきて先生になるって、このね、ヤンキー母校に帰るじゃないけども、ヤンキー先生母校に帰る、私見たけども感動したよ、あれみたいな感じだよね。まあ、君に対してさ、まあ、いろんな意見はあると思うんだよ。そういう人が教師になるのおかしいとかあると思うけども、私は気にしない。うん、ちゃんと更生してるんであればね。だから君にしかできないこと、君にしか教えれないことをうちの生徒にも教えてほしい。例えば川島先生だったらさ、この英語の担当かな、英語以外のことも、英語、英語、ヤンキー先生、ヤンキー先生でしょ、英語。うん、だからまあその英語、英語ね、英語、ヤンキー先生が英語、え、喧嘩万引きイングリッシュ、え、ヤンキーティーチャーってこと、ヤンキーティーチャーだ、ヤンキーティーチャーカムバックマザーハイスクールだ、じゃあ、え、なになになに、ミスターヤンキーリターントゥー、いや、いいよ、正式な文法は別に、正式な文法はいいや、あ、ミスターヤンキーってなるんだね、ヤンキー先生は、先生だから、ミスターヤンキー、なるほど、そっか、あ、英語なんだ、あ、そっか、英語か、いや、大体ヤンキー先生って言ったらさ、まあ、社会の先生とか多いんだよな、国語とかな、そんなのが君は英語なんだ、ってことは君はさ、いろいろ非行少年時代をな、構成して一生懸命一から英語を勉強して教師になったわけじゃん。英語って一番難しいからね。これは僕はすごいと思う、尊敬するわ。うん、あ、アメリカ人といっぱいセックスしたら勝手に覚えたんだ。本当に構成してるね。学校でさ、セックスって言ってるじゃん、構成してるそれ完全に。いや、おかセックスって、いや発音はいいんだよ、セックスの別の発音はいいんだよ。だから構成してんのかって話なんだよ。構成してるんだ。あ、じゃあ英語でもさ、あの生徒の前で絶対言わないでね。多分生徒がおそらくね、あの先生英語全然覚えれません、どうやって先生は英語覚えたんですかって時に、お前らあのアメリカ人といっぱいセックスしろって言うなよ絶対な。それだけはダメだからね。だからとにかくその勉強以外のことね教えてもらって、で、あの何、部活は何ですか、部活はソフトテニスなの、ヤンキー先生がソフトのテニス、ヤンキー先生が、え、なに、君は何、喧嘩万引きして警察のお世話になって更生して、教師の免許取って母校に帰ってきて英語とソフトテニスを教えんの。あ、そう、いや、まあまあそういう先生がいてもいいか、まあまあまあいいか。何、あ、私がアメリカ人とあるかって、まあまあ一人くらい、一人ね、いや本当だよ、本当にあるの、疑うなよ、本当にあるって。いや、いつ頃って言われても、まあそれ、まあ若い時だからね、まあそれ分かんない、友達の紹介だからそれ分かんないよ、それは。いや、一回だけだもんな、それは。だっていや本当だっつってんの、それ別に本当だよ。お前名前、名前もな、名前ジェシカとかじゃなかったかな、分かんない、おぼはっきりは覚えて、昔の話だからって、よくね、どうでもそれ別に。俺がアメリカ人と本当にあるかどうかの話よくない、それ詰めるのまだヤンキー残ってるからね、本当にやったかどうかって、本当に更生してんのか。だからもう時間だから、もう行って、授業、あの最初1時間目は1年C組英語の授業行って、だから本当に更生してんのか、大丈夫か。ハーフの子ならあるんだけどね、私だって。どうもありがとうございました。